はいどうも、浮志です。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、UFC5 についてね、またお話ししていきたいと思います。今回はですね、 UFC5 をね、実際プレイしてきた感想ということでね、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけれども、UFC5 は、2023年、10月27日に発売して、現在ね、半年以上がもうね、経過しているわけなんですけれども、私自身ですね、この半年以上本当にね、じっくり、ずっとですけど、プレイしてきてですね、改めてですけれども、この UFC5 というゲームがね、どんなゲームなのかということで、感想とね、評価というふうな感じで語っていきたいと思います。今ね、 UFC5 をね、実際にプレイしている方もいらっしゃると思いますし、あとちょっと興味あるから買ってみようかなというふうな方のですね、ちょっと参考になればなというふうには思っております。ということで、良ければね、最後までご視聴ください。それでは早速いきましょう。はい、というわけで、今回はですね、 UFC5 というゲームをプレイしてきた感想ということなんですけれども、まずですね、この UFC5 というゲームが、どういったゲームなのかということをね、ご存知の方も多いと思いますけれども、簡単にね、説明していきたいと思っております。はい、まずですね、この UFC、というね、ゲームシリーズなんですけど、2014年、6月17日にですね、PlayStation 4 で、発売された EA スポーツ UFC シリーズ、というシリーズのですね、今作 UFC5 は最新作ですね。ナンバリングの通り、今作品がですね、第5弾というふうな形になっております。UFC シリーズということでね、総合格闘技団体である UFC をね、ベースにしたゲームとなっております。現時点でですね、実は格闘技っていうね、ジャンルというか、そういったものを題材にしたゲームというのは、以前はたくさんあったんですけれども、もう今はですね、唯一新作として最新ハード、この PS5 でね、遊べる、ゲームとしては、もうこれがね、唯一のシリーズ、というふうな形になっております。本当に、格闘技を、ゲームとして遊びたいんであれば、もうこれしかないというふうな形ですね。でちなみになんですけれども、現在ね、 PS5、また XBOX もですかね、アンダスピューテッドというね、ボクシングゲームが、今後、一応発売されることが決定をしております。ちょっとね、以前から PC 版でね、ちょっとテストというふうな形でプレイができたところがあったんですけれども、いよいよね、製品版として今度発売されるということで、これはね、ぜひまた別の話でね、ちょっとしたいなというふうに思ってますので、またね、そちらはまた、別の動画でお話ししていきたいというふうに思っております。ということで、現時点ではね、この UFC シリーズが、唯一のね、格闘技ゲームというような形になっているんですけれども、今回ね、その UFC5 について、私自身ですね、これまでボクシングゲームとか、キックボクシングだったりとか、総合格闘技もそうですね、格闘技っていう風なものを題材にしたゲームっていうのをですね、たくさん遊んできたんですけれども、そんな中でですね、この UFC5 っていうゲームはですね、個人的ではあるんですけれども、現時点ではね、現時点ですよ、史上ね、最高の、格闘技ゲームだというふうに思っています。はい、これはね、なぜそう思ったのかということをですね、ちょっとね、理由を、少しお話ししていきたいというふうに思っております。はい、ということで、UFC5 が、史上最高の格闘技ゲームである理由ということでね、まずその1ですね、総合格闘技に必要な無数のね、格闘技術っていうのを再現できるというところですね。UFC5 っていうのは、総合格闘技を、題材にしたゲームとなってるわけなんですけども、その上で総合格闘技っていうのはやっぱり様々なね、ジャンルの、格闘技、スポーツの技術っていうのを、全て駆使して戦わないといけないわけなんですね。なのでボクシング、ムエタイ、レスリング、柔術といったですね、試合の中で、それぞれの動きを本当に、再現をする必要があるわけなんですけど、これがやっぱり動きの一つ一つに至るまでですね、非常に高い完成度で、再現されているということなんですね。なので各種目に関して妥協なく、操作ができる、自由度が高い、こういったゲームはやっぱりね、これまでなかったということだと思うんですよ。
でボクシングのみを切り取ったとしてもですね、まあ、現存するそのボクシングゲームっていうのがいろいろあるわけなんですけど、まあ、そういったゲーム、まあ、もちろんまあボクシング専門のゲームっていうのはね、それなりにやっぱりこう自由度が高かったりするんですけど、まあ、それと同等もしくはですね、いろいろ動きの面だったりとか、まあ操作のね、そうですね、動きの滑らかさというんですかね、そういったものを含めて、現存するボクシングゲーム以上にボクシングだけでも自由な操作と、駆け引きを楽しめるものというふうになっていると思います。これらのですね、まず打撃っていう面での完成度、これはボクシングだったりキックボクシングですね、これについてはもうすでにこの UFC4 っていうね前作の時点でね、もうほぼ完成されてきたものだというふうに思っています。で今回ですね、この UFC5 に関しては、この今までの UFC4 で培ったもう打撃の、完璧なねシステムに、加えてですね、やっぱり寝技のシステムっていうのが一新されている。それによってですね、シリーズを通して、最もですね、総合格闘技の面白さを体験できるゲームになっていると思います。そうですね、あと、もう一つ、この UFC5 が、史上最高のゲームである理由ということでね、その2ですね、実写さながらのグラフィック、それから美しいモーションですね。格闘技ゲームっていうのは、重要なポイントというのがいくつかあると思うんですけども、グラフィックに関してはね、もちろんリアルであるに越したことはないんですけれども、それ以上にですね、やっぱ選手の動きがね、自然であるかどうかっていうことは非常に大きなポイントだと思います。もちろんね、完全な実写のようにこう動くっていうわけではないんですけれども、もちろんゲームならではのね、バグみたいなものがあったりするんですけれども、ただ通常でプレイしている中では、そのパンチ、キック、それからコンビネーションとかね、あとは足の運び方、レスリングをタックルに行く、そういったですね、モーションのこう滑らかさであったりとか、美しさっていうのはね、本当に驚かされるなというふうに思ってます。これは本当にこう動きが速すぎるとか、また遅すぎる、あと挙動がおかしいですね、例えばコンビネーションのつなぎが明らかにおかしいとかですね、そういった部分が多く感じると、やっぱりこう格闘技ゲームとしての没入感というんですかね、そういったものっていうのはやっぱ失われていくというふうに思ってます。なので UFC5 は自然な速度感というか、テンポですね、そういった動きを出しつつも、やっぱりですね、ゲームとしての、爽快感っていうのもね、やっぱ失われないようにこう絶妙に調整されてるなというふうに思っています。なので非常にね、ゲームとしても楽しい、ゲームですし、なおかつこう格闘技のシミュレーションとしてもですね、非常にこう動きの滑らかさなども含めて、まるでね、実写のような、雰囲気を楽しめるゲームになってるんじゃないかなというふうに思っています。そして、その3ですね、KO シーンを盛り上げるシネマティックリプレイですね。これはですね、全てのスポーツゲームに共通してやっぱ楽しいっていう風にね、感じる瞬間っていうのはあると思うんですけど、それはサッカーであったりとか、バスケットであったりとか、いろいろあると思います。僕はですね、特になんですけど、やっぱりね、このスポーツゲームに共通して楽しいって感じる瞬間はもうスーパープレイ、ですね、素晴らしいプレイが出た時にその瞬間に酔いしれるっていうことだという風に思ってます。例えばですけど、サッカーでね、相手をこう華麗にかわしてシュートを決める瞬間とか、バスケットでね、ド派手なダンクシュートを決めた瞬間、そんなこう試合中の駆け引きの中で生まれたもう奇跡的な一瞬っていうのをね、このリプレイを見て、酔いしれるっていうのがですね、この格闘技ゲームというか、スポーツゲームのね、本当にこう大きな楽しみなんじゃないかなというふうに思ってます。そんなリプレイを盛り上げるこの UFC5 のですね、このシネマティックリプレイですね、これはですね、プレイヤーをね、本当にね、気持ちよく、してくれるね、そういうふうにこうプレイヤーの気持ちをよく理解されているシステムじゃないかなというふうに思っています。相手の攻撃をかわして、そして強烈なカウンターでの KO というようなね、シーンはね、やっぱ何度見ても気持ちがいい、というふうに思いますし、それをね、こう映画のワンシーンのようにこう表現してくれるっていうのは、このリプレイはね、こう試合に勝ったプレイヤーの最高の余韻にね、浸れる瞬間を提供してくれるんじゃないかなと思います。以上の理由からですね、本当にね、この、3点になりますけど、UFC5 はね、これまでの格闘ゲームの中では、
まあ、現時点でね、やはりまあ最新ハードというのもありますけれども、まあ、史上最高の、ゲームだなというふうに感じています。はい。まあ、ちなみになんですけれども、歴代のゲームの中で過去最高だというふうに思ってたゲームは、僕はですね UFC5 と同じこう EA スポーツがね出してたボクシングゲームですね、ファイトナイトチャンピオンですね。ファイトナイトシリーズっていうのがあったんですけれども、まあ、そのファイトナイトチャンピオンっていうのが PS5、PS3 ですね、で出てたんですけれども、まあ、それがですね、まあ、非常にボクシングゲームとしてまあ衝撃を受けたゲームでしたね。そして EA スポーツではないんですけれども、コナミから、リリースされておりました UFC3 アンダースピューテッド、この2つがですね、まあ、僕ゲームの中では間違いなくこの格闘技ゲームの最高峰だったなというふうに思ってるんですけど、これがね両方とも PS3 なんですよね。で、まあ、その後ですね、まあ、PS4 になってですね、まあ、格闘技ゲーム新しいの出るかなっていうふうにずっと待ってたんですけれども、結局その時登場したのが EA スポーツの、まあ、初代 UFC ですね。でこれをプレイした時に、まあ、正直な話これは微妙だなっていうふうに思ったのね、今でも覚えてます。ただその後ですね UFC2UFC3 とね、どんどん進化していってですね、まあ、ついにね自分の中の先ほど言ったこう2つのね過去最高のゲームっていうのを更新したのが、2020年発売した UFC4 でした。UFC シリーズでの中でもですね、やっぱりストライカーが多く活躍していたっていう、まあ、そのタイミング的にも時期だったっていうのもあるんですけども、まあ、打撃を中心として、まあ、大きく、かなり進化した UFC4 っていうのは、やっぱりこう僕自身キックボクシングの非常にファンというところもあったので、まあ、本当にね楽しいなというふうに思って、もうすごい長い間遊ばせてもらいました。まあ、打撃システムに関してはこの UFC4 でね、本当にこう完成されたというふうにね、言っても良いのかなというふうに思っています。そして、この最高傑作というふうに僕が思ってた UFC4 がですね正当進化したのが UFC5 ですから、まあ、本当にね MMA のゲームとしての完成度は、まあ、システムとしてはねこれ以上ないんじゃないかなというふうに思ってます。というか今後あんまり変わってほしくないなというふうに思ってるぐらい、まあ、いいバランスなんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、欲を言えばですけど今後ね、まあ、キャリアモードですね、まあ、こういったところにですね、まあ、もう少し、まあ、ストーリーをね持たせてもらえたらなというふうに思うところだったりとか、あとエディエット面でねもっと自由度高く、まあ、豊富なパーツを準備してもらえたらなというふうに思ってます。まあ、これが、今後のね UFC シリーズに、まあ、求めるところかなというふうな感じですね。はい。ということで、まあ、今回 UFC5 についてねちょっとお話しさせていただきました。まあ、これからもね格闘技ゲームというジャンルではね本当唯一無二の存在になっているこの UFC シリーズなんですけれども、まあ、今後もねさらなる進化を、まあ、期待していきたいなというふうに思っております。まあ、ただ今後期待するのですね、同じ EA スポーツの、まあ、ボクシングゲームである先ほど言いましたねファイトナイトシリーズですね。この復活をですね本当に心待ちにしています。ボクシングゲーム大好きなんですよ。なのでプレイステーション5の、ね、グラフィックで本当に極上のねボクシングゲームを体験したいなというふうに思ってます。まあ、ただそんな中ですね、こちらも先ほど触れましたけれども、今年10月にですね PS5 などで、発売されるボクシングゲームということで、アンダースピューテッドというね、まあ、ゲームが発売されるわけなんですけれども、決定しましたね。はい。ただまあぜひねこちらにはね期待したいなというふうに思ってます。まあ、すでにPC 版でですね、まあ、ベータテストみたいな形で、まあ、プレイすることができてた様子なんですけれども、まあ、このちょっとねテストプレイのねプレイをしてる、まあ、映像とかも見たりはするんですけれども、まあ、それを見てる限りは、まあ、その選手のこう動きとか、まあ、そういったモーションだったりとかっていうのは、まあ、グラフィックは非常に綺麗なんですけど、まあ、ただその肝心のその選手のこう動きのこうね挙動だったりとかを見るとまだねファイトナイトシリーズの方がねこう非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思えるようなちょっとクオリティだったので、まあただそれもですね製品版になる前のねテスト版ということで、実際にねこの製品版ではね非常にこのモーションなどが一新されているという噂ですので、まあ新しいねボクシング体験ができるゲームになっているということで、まあ、個人的にはね、やはり購入してプレイしてみたいというふうに思っております。ただねこのアンダースピューテッドをきっかけにですね、まあ、すでにこう開発しててくれてたら嬉しいんですけど、このファイトナイトシリーズのね復活ね、
楽しみにしたいですよね。まあ、皆さんも格闘技のゲーム好きな方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、ぜひね今後も格闘技のゲーム盛り上がってもらいたいなというふうに思いますし、 UFC シリーズもねさらなる進化を遂げてもらいたいなと思います。そして UFC5 を、購入しようか迷っている方、PS5 を持っている方であればですね、間違いなく、格闘技が好きな方楽しめると思います。ぜひねお勧めしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今後もね格闘技ゲームの登場に期待していきましょう。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画で、お会いしましょう。バイバイ。